風が出てきましたが、暑さは一向に衰えません。スタンドには3万8000人のファンがひしめいています。フットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。エキシビションマッチをお送りいたします。解説には新藤克義さんをお迎えしています。新藤さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。まもなくスターティングイレブンが発表されます。新藤さん、今日の試合どう予想されますか？今日の試合は両チームが誇る10番の対決が見ものです。そうですか。両チームキャプテンを先頭に入場します。グランパス、アウェイに乗り込んでの戦いになります。今、試合前の記念撮影が行われています。現在岩田のスターティングメンバーをご覧いただいております。そして名古屋の先発メンバーをご覧ください。岩田のキックオフで試合が始まります。まずは立ち上がりを注目していきましょう。両チーム相手の出方を伺っているようです。一旦戻して左へ攻撃を組み立て直します。5分過ぎました。これはコーナー。大岩、山口、高原。10分経過。酒井、仕掛けます。落ち着いてパスを回す。右へ、ファウルを取られた。縦に出します。中山、前半15分。大岩、高原、山口、前に出した。中山、おっと、これはファールじゃないんですかね。20分経過しました。山口、石川、奥、後ろに戻した。スローインになります。味方を探す。石川、岡山、ニアできた。ストイコビッチ、審判笛を吹きません。場内からはブーイング。スライディングクリア。自分で行くか。酒井、奥、バックパスです。ペースを作ります。服部、七海、左からのセンタリング。石川、スローインです。ロボを上げた。もうほとんど時間はありません。主審、笛を吹きました。キッカーは西澤。いいですよ。石川、奥。前半戦終了です。
ここまでのハイライトをお送りします。さあ前半29分、素晴らしいプレーです。ここまでの途中経過をお伝えします。さあ後半戦が始まります。ジュビロまだ1本もシュートを打っていません。集中力が切れかかってますね。ストイコビッチ、ナナミ、中山、藤田、福西、山口、藤田、ウリダ、今のはどうでしょうか。落ち着いてパスを回す。前方へ岡山、藤田、素早くプレスをかけます。これは素晴らしい読みでしたね。前にはたいた。サポーター総立ちです。時間をかけずに攻めたいですね。小賀、コーナーを得ました。ジュビロ磐田、今日初めてのコーナーキック。じゃよし、ストイコビッチ、一旦下げて、田中、ストイコビッチ、来た来た来た、チャンスですよ。プレッシャーを与えます。ファールで止めました。いい位置でフリーキックを得ました。浮き球を放り込んで合わせるかもしれませんね。キーパーが壁の位置を指示しています。西澤、山口、小賀、高原、七海、ウリダ、奥、バックパス、前に送る。セーフティーに行きました。おっと倒してしまった。キッカーは服部、6番をつけています。ウェズレイ、高原、西澤、奥、ストイコビッチ、もうほとんど時間がありません。藤田、奥、試合終了のホイッスル。両チーム無得点で引き分けとなります。ジュビロ磐田無得点、引き分けに終わりました。後半戦のダイジェストです。まずはこの画面から。後半21分、ここです。コースをことごとく消されていますね。そして後半39分、ここです。このボールの受け方が良かったんですね。それでは新藤さん、試合について振り返っていただきましょう。ゴールを見ることができなかったのは残念ですが、守備陣は素晴らしかったですね。ありがとうございました。七海、彼の今日の出来はいかがでしたか。はい、コンビネーションもまずまずだったと思います。はい、どうもありがとうございました。彼は今後も注目していきたいですね。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は新藤勝義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。